ーザーを使って引きずられた跡を探せ。あ、びっくりした。おい、地下鉄駅の車両の中で見つけた方と完全に一致。マッチメーカーのものかもしれない。いやでも、この区画は水浸し。ガス検知器を使ってみて。メタンにかけましょう。あ、ちょっと。先かな。あ、斧がないとダメだ。
から斧を取ってきて、すげえ、すごい置き方したよ今。弾は残り3発。いるな。うん。怖い。これ何？スタンガンやると俺も感電するとかないですよ。入る。あ、斧があるな。BGM 嫌だな。いや、いる。あれだ、降りてきて、うん、
どこだ。後ろ。ぶね。まだいたような気がするんだけど。これみんなにやってほしいな、このゲーム。めちゃくちゃ怖い。もう距離感もおかしくなってきた。あ、近い。近いですよ。だいぶ匂う。まだいるんじゃないの？その殺されたやつと殺したやつは？最後だ。
そこに何かがあると分かっていて飛び込むのはちょっと。しかない。犯行現場を捜査し、これがぶん殴られた。あ、指がない。じゃあこれがマッチメーカーだ。マッチメーカーが死んでる？マッチメーカーの現場だが正しくない。男性の遺体と女性のマネキン、逆だ。うん、普通、普段と正反対。犠牲者の顔写真。今までのマッチメーカーの犯行現場にあった全ての男のマネキンに塗られていたマークと一致。彼の右手、指がないですよ。指がない。うん。This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. See what else you can find. Ah. しかしすごいなこのツール。DNA 庫には使えない。犯人は手袋をはめていた。What is it?農薬の可能性。あ、何？何？警官？俺を追ってきたのか。マッチメーカーが。これ、多分俺を襲った奴にやられたんじゃないのかな。っていうことですよね。あれ、これあれじゃない？違う？あの一番初めいたスタンガン効かなかった人。あ、ドンソン。警官と取り囲まれてるような感じがするんだけど。
ちをいただく。タマーゴハス。同じモデルなのかな。地下鉄の部屋で見つけた新聞の切り抜き、うん、連続殺人犯たちのもので、うん、主人公が追ってたリスト、9人の名前が上がっている。9人のうち7人が、うん、マッテンついてましたね。消されてない名前はマッチメーカーと仕置き人だけ。消された名前の主は全員冷たくなっている。今度はマッチメーカー。僕らは仕置き人。連続殺人犯たちを殺人してるんだ。It adds up. It almost makes sense. Ah, shit. Yosef, I have to call you back. これやばい。待って。何？グレネード？デパートから脱出。ヘリコプターも飛んでる。なんだ。あ、やばいんじゃない。突破す。おはい、ではチャプター5終了ですね。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。